JR 在来線には大雑把に分けて3つの種別があります。1つ目が乗車券のみで乗れ、各駅に停車する普通列車。2つ目が乗車券のみで乗れるが途中駅を通過する快速列車。3つ目が乗車券の他に特急券が必要で、最も速達性に優れている特急列車です。タイトルとサムネイルでお察しの方もいらっしゃるかもしれませんが、僕は今回乗車券のみで乗れ、一駅も通過しない普通列車のみを使い、日本最北端稚内駅から JR 日本最南端西大山駅へ向かう途中駅通過禁止日本縦断の旅を行います。この旅では誠に勝手ながら、自分が乗っている路線に駅が存在しないときは通過扱いにしない。新函館北斗新青森間は北海道新幹線内各駅停車のはやぶさ号に乗車可能という2つの特例を設けます。お楽しみいただければ幸いです。それでは本編をどうぞ。稚内駅には日本最北端の駅という日があります。こちらから日本最南端の駅の日を目指すというわけです。西大山駅まではここから直線距離で 3068.4 キロ。
じゃあ1回目のところに入居員お願いします。失礼します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。名寄駅で2時間ほど待ちまして、お次に乗ります列車は引き続き宗谷本線名寄11時1分発の普通列車の旭川行きです。こちらで宗谷本線を走破ということになります。使用車両は先ほどの国鉄キハ54系に変わりまして、最新型の H100 系気動車、こちらは今年の3月のダイヤ改正より宗谷本線でも使用されるようになりました。H100 系が宗谷本線に導入され、旭川名寄間ではなんと最大31分もの時間短縮がされたそうです。座席は JR 東日本の通勤型、近郊型車両なのでよく見られるタイプです。塩狩駅に到着です。塩狩駅では快速列車通過待ちのため5分間停車します。お隣のワッサム駅とランル駅の間には塩狩峠という峠があるんですけれども、1902年に旭川方面に向かっていた列車が塩狩峠を登り切るかどうか、頂上付近で客車列車の最後尾が切り離され、暴走し乗り合わせていた鉄道職員が車輪と線路の間に身を投げ客車を止めたおかげで乗客に犠牲者は出なかった、そんな話があります。これは後に有名な小説塩狩峠として現在でも語り継がれています。13時30分に旭川駅から乗車する函館本線の普通列車の旭川行きが入線。
列車の岩見沢行きに乗り換えます。次の列車が15時40分発の普通列車小樽行きです。こちらの列車が本日の工程上の最終列車となります。車内はオールロングシートとなっていて、都会に近づいているんだな、そんな実感が湧きます。小樽行き普通列車は発車いたします。本日は12時間ほど移動してきたんですけれども、まだ未だに北海道は脱出できていません。果たしてどれだけの時間がかかることやら、